はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はエースとナイツの相性が良すぎるので紹介していきたいなと思います。エースのリーダースキル 750% のステータスボーナスがとんでもない火力でした。いや素晴らしい、 250% 上がるだけでもこうも変わるかと。で、気になるナイツのパラメーターは、表はね、ティーダの服だけなんでこんな感じなんですが、ティーダの服だけでこれもだいぶやばいんですけど、裏にすると目を疑いました。それがこちら。はい、攻撃力は1万6000を超えました。これ両手持ちですからね。今まで二刀流のアバティファとかでは見たことあったんだけど、両手で1万6000超えはかなりテンション上がりましたね。で、今回ナイツの全力接待というところで、アビリティ、ブグバ率、LB、キラー、もちろんマックスです。しかもそこに幻突の 50% をプラスしているので、素で悪魔キラー 350% を持ってます。装備に関してはとにかく攻撃力を高いものを採用しました。アビリティはいつもの運命と不滅セット、そして幻獣のステータスボーナス 200%、 1枠余ってこれなので、まあ、他のね物理キラーであればどれでも 300% に簡単に持っていけるようになってます。ビジョンカードは自身の固有 VC なんですが、スコールの固有 VC があればもっと火力が上がるナイツオブグランシェルド。では早速やっていきましょう。今回はナイツのための、ダークビジョンズという形になっていますので、まずは1回目の LB 使っていきましょう。そしたら、フィーナ、メガフレア、バハムートを召喚して光の威力アップエリア。続いてエース、味方全体に分身2回の付与。で、ライオンとニックス、グループ16をつなぎながらバーストストーンを集めていきます。そして89のデバフ、光の160のデバフを入れていきましょう。ニックスもそれに合わせてコーマのデバフ85とグループ16を入れていきます。続いて魔性フィーナ。トリプルを使いまして、まずはシェルガとプロテガをかけていきます。そして最後、LB ゲージの回復を入れて、ニックスのね、LB をすぐ使えるようにやっていきます。本当はキスティスが良かったんですけど、残念ながらキスティス未所持というところで、ニックスで甘んじていこうかなと思います。まあ、ニックスがね、やばそうになるんですが、ギリ食いしばりで耐えていくと。で、続いて2ターン目。2ターン目は、フィーナでトリプルで回復をしていきましょう。まずはケアルガ、そしてバリアを選択していきます。で、ニックスもあとちょっとで溜まりそうなので、トリプルを使いながら LB ゲージの回復、そして味方にかかった弱体の回復、悪魔キラーの 250% を単体、もちろんナイツにかけていきましょう。そしたらニックスの LB 満タンになりましたので、エリア展開をやっていきましょう。光のデバフエリア 25%。 現在のエリアはこんな形になってます。デバフが 25%、 威力アップが 30% となっております。続いてライオン、味方全体に分身の付与を3回行っていきましょう。ナイツ、エレメンタルバーストを選択して LB 準備をやっていきましょう。 LB チャージ、そして適当なアビリティの選択。最後エースやることありませんので防御していきます。さあ皆さん、まあ、ほぼほぼね、あとはサイリン・フィーナのスーパー LB のみという準備になりましたが、一体一人で何十億出せるのか、ぜひ予想しながら見ていただければなと思います。バフをかけた後のナイツの攻撃力、なんと1万9000となっております。やばないこの火力、テンション上がるわ。じゃあ早速やっていきましょう。エースと、魔性フィーナには青の波動をつけているので、それぞれこちらでチェインを組んでいきます。ナイツ2回目の LB、 名鏡無限を使っていきましょう。威力は 53,000 となっております。ナイツの LB はだいぶ早いので、2人を押してからナイツという形で押していきます。36というところでかなりいいんじゃない。まあ、マックスね、38は見たことあったんだけど、結構いいパーセンテージ、やばいね。1人で73億、これ超テンション上がるわ。はい、ということで、ナイツが一人出せたダメージは73億をたった一人で出し切りました。やばいね、この火力。すげーわ、というところで、皆さんもぜひエースとナイツ組み合わせて遊んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃ、またねー。